高口祐一は、地方競馬の岩手県競馬組合、水沢競馬場、村上正幸旧社所属の騎手である。勝負服の柄は、同期、黒立島、袖黒、木日本林、神奈川県出身、血液型 A 型。地方競馬共用センター騎手家庭第77期生。2003年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年4月19日、第2回水濁競馬1日目第2競争 C に、条件戦スプリングナントで、初起乗。同年5月10日、第3回水濁競馬4日目第6競争 C に、条件戦をギガンティックで優勝し、12戦目で、初勝利。2003年9月7日、第7回水濁競馬2日目第10競争第4回、ムーンライトカップをグッドフィールで優勝し、 特別初制覇。2005年佐賀競馬場に、冬季遠征起場を行った。佐賀競馬で一勝。2008年12月23日第11回、水卓競馬6日目第2競争し、二区2組条件戦を、混合複々で優勝し、1480戦目で、地方競馬通算100勝達成。2009年4月2日、2008岩手競馬アワーズで、 フェアプレー賞を受賞した、地方通算成績は5034,458勝2着484回3着486回、勝率9.1%、連帯率18.7%第77期騎士候補生、終了式地方競馬情報サイト平成14年度、第4回平地競争調教師、騎手免許試験新記号格者発表地方、競馬情報サイト、 坂口祐一騎手初勝利岩手競馬ニュース山本佐里市騎手地方競馬通算100勝達成岩手競馬2008岩手競馬アワーズ受賞式と祝賀会が行われました岩手競馬ありがとうございます